チートはドント、僕ニート。どうもラッキーです。今回はね、ドントノックトワイスというホラーゲームをプレイしていきたいと思います。内容はと言いますとね、仲違いした娘を助けるために罪悪感に苦しむ母親の話らしいです。ドントノックトワイスはね、2回ノックしないでという意味らしいですね。まあ思春期の時とかね、ノックね、しないで入ってくるお母さんとかいましたけどね。コンコ2回ノックしてるじゃん。さあ、お、結構立派な家。お、携帯があるってことは時代設定的には結構新しい。これで、おお、なんだ、何の音、私に構わないでって書いてますね。ここは開かない。どうしよう。懐中電灯的なのが、これか？ろうそくか？これを使えって、で、暖炉で、火を、しゃがめんのかな？しゃがんで、つけろってことか。お、ノック来た。お、2回ノックして、誰もいない。まだノックしてきて、誰もいないよ。メール。どうして、電源を切ったの？大嫌い。いや、電源切ったの違う人だから。ってことは？ここは？お母さんと娘の二人暮らしなのかな？こうやって家の中でもね、メールでやりとり。まあ、今現代はね、LINE とかでね、家の中にいてもね、隣の部屋にいてもね、やり取りしてるらしいですからね、現代の家族は。そんな感じなのかな。まあ仲違いしてるから余計にね、メールで済ませたいっていう。何がいるの？誰かいる。わあ、わあ、なんだ、なんか割れたぞ。誰かいますか？ここはどこ？外？庭？うわ、なんじゃこりゃ。絶対これ地下に研究所とかあるような洋館じゃん、これ。普通の洋館じゃねえよ。コン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 言ってる。なんかコンコン言ってるよね。あ、いた。これが娘？娘っていうほど若くなさそうだけど。なになに、あなたはまた私を捨てようとしてるのって書いてる。それがなんか仲違いになった原因かなんかの話。私をまた捨てようとしてるの。とりあえず娘が2階にいるのが分かったから、これ2階に、こっから行ける？おお、なに、危ないって。ポルターガイストちゃん。なんだ、消えちゃったし。ここって、あれかな？一番最初の、とこかな？あ、そうだ。じゃ、ここでもう一回火つければいいんだ。もう一回火をつけて、ってことは、この親子以外に誰かがいる。この絵も不気味だしね、これね。何？悪魔の絵じゃん。ん？なんかどっか開いた音したよ。ここか？あ、こっから2回行けそう。うわー、なんか地面についてる。跡が。血の跡？足跡？何かが上に。それで娘が？いないの？名前わからないけど。
娘。あ、ここがいた。こっか。おお、おお。あ、ちょうど、あ、ここだ、ここだ。こっから。じゃあここにいるのかな。娘、仲直りしようぜ。もういいだろう。今度からちゃんと部屋に鍵つけるから。ああ、何、靴が浮いてる。おお、え、何が起こってるの。誰か、何かがいる、何かがいるみたいな。何が起こってんの。うわ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんだ今の、なんだ。これでも人間じゃないよね、悪魔かなんか。どういうこと。まあ普通の家じゃないのは分かってたけど。うわ、来た、これ出たよ、これ。もうやっちゃったね、もうやっちゃったね、この魔法陣。だからやるなって、こういうの、こういうま、ね、儀式みたいなの。だってろくなことにならないから、やるなって。どうすればいいの。なんか悪魔を召喚しちゃったって感じ。何か、何かないか、アイテムのような記事があるけど、こう長そうな日記が。これは、あ、これを、あ、取れそうだね。これを回しながら、これは聖杯、これ逆に完成させちゃうってこと。これで封印するのか。あ、なんか置かれた。こういうの集めてこいってこと。あ、なんか開いたよ、ここ。またメール、メールは送れるのね。なんかあなた死んでほしいって書いてるの、ひどいこと書いてる。なんでそんなこと言うの。ここは、お、なに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 、こっち向いてる。え、こっち向いてなかったよね、さっき。これなんか使えそうな。これで違う。あ、あ、燃やせるんだ。お前ら燃やしてやろ、この野郎。おら、泣いてんじゃないよ。気持ち悪いな、これ。自分家なのにちゃんと草取りしておかないと、庭の手入れはしっかりしておかないと、火事になるよ、こんなやり方。それで、ここは開かない。どうすればいいの？とりあえずあの魔法陣、こっちはいけない。こっちもいけない、いけない。どこ、どこ行けばいいの。とりあえず明るくしよう。お、あ、あ、いるじゃん、いるじゃん。なに、なに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 。え、どこに行くの。なにやって、あー、連れてかれちゃった。あ、扉開いてる。あ、またメールが来た。
まだメール送れる状況だったんだ。私は本当に怖いです。私のために来てください。これは全て私のせいです。え、娘が何かしたってこと？何かを、やっぱ儀式を起こしたのは娘ってこと？タブレットで？召喚儀式、召喚儀式で、スピリット、ウォーター、ファイヤー、火と、地球、エア、空気。どういうこと？なんか必要なもの。ってことだよね。さっきの聖杯は水ってことかな。これを揃えろ的な。わ、なんか書かれてる、なんか書かれてる。何？わ、またメール来た。I'm sorry. Please. Help. 助けて。ごめんなさい、助けて。私が言ったことには意味はない。なんなの、都合のいいね。コロコロ変わって、困った時は親に助けてもらうって、まあそれはね、それが親子なんだけどね、それが親子なんだよ。あんだけね、思春期にね、親をボロクソ言っててもね、やっぱり最終的にはね、親に頼っちゃうっていう。私何が起こってるんですか。キッチンにキッチンでドールが燃えてる、人形が燃えてるっていう。キッチンに行けばいいってこと？キッチンどこだ。ここはただの物置。ここは玄関、ここ玄関。うわー、なガガもちょっと近づけない。これちょっと殺虫剤。キッチンっぽいような。おお、ちょっと、なに、おい、なにこれ、ちょっと。ヤマダ電機で買ったばっかりの、冷蔵庫、これ。13万したのに。これで、儀式が、これで悪魔を呼ぶ儀式を。あ、なんか人形が燃えてる。ここ開かない。開かないってことは、こっちも出口が閉まってて、これは拾えるやつ？来たー！ってことは、ここを壊して、あ、もうこれ壊せんだ。あ、ここでいいのね。さあ、開いたけど、これか。これを、ガスを、止めて、この人形。何これ？これも、なに？おお、消えてった。これは火ってこと？そしてどう出るこれ。急にピアノが鳴り始めたよ。ここも、あ、壊せる。ここで壊せて、ここを、おお、ちょっと、なに、何今の。呆然とするわ。びっくりしたわ。ちょっと、本気でびっくりするわ。これ何、ピアノの音？勝手になってんのこれ。ピアノでも開いてないよね。ヤマハじゃないんだ。ヤマハっぽい感じだけど。これは？これで壊せるかな。
あ、壊せる。で、一箇所だけ。これは？お、開いた。おー。それじゃあね、今日は一旦ここでね、お開きにさせていただきたいと思います。また次ね、後編に続きます。また見てください。バイビー。